フランクリン軍は、アメリカ合衆国オハイオ州内にある軍である。2000年現在、人口は106万8978人であった。アメリカ合衆国統計局の2005年人口推定によると、人口は109万771人に増加することになる。オハイオ州のほぼ中心部に位置し、州とコロンバス地域及びその周辺地域を包含するエリアを占める。 軍内の大半はコロンバス市の地域に含まれるが、その他ダブリン、バージントン、ヒリヤードなどの市の全部、または一部を含む。フランクリン軍は、オハイオ州が州になった2ヶ月後、1803年4月30日に設立され、アメリカ合衆国建国の父、ベンジャミン・フランクリンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、 この軍は総面積1407平方キロメートルである。このうち1398平方キロメートルが陸地で0.63%の9平方キロメートルが水域である。フランクリン軍はオランタンジーリバー及びサイオト川が流れている。2000年国勢調査に基づくフランクリン軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でフランクリン軍は 人口106 8978人、43万8778世帯、及び26万3705家族が暮らしている。人口密度は765平方キロメートルである。337平方キロメートルの平均的な密度に47万1016件の住宅が建っている。この群の人種的な構成は、 白人75.48%、アフリカン・アメリカン17.89%、先住民0.27%、アジア3.07%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.03%、および根結2.23%である。ここの人口の2.27%オブはヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は25.10%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.70%、25歳以上44歳以下が33.30%、45歳以上64歳以下が20.10%、および65歳以上が9.80%にわたっている。中央値年齢は32歳である。 女性100人ごとに対して男性は94.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.50人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は42,734ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は53,905ベードルである。男性は37,672ベードルに、 対して女性は29,856六米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は23,059九米ドルである。18歳以下の未成年の14.20%及び65歳以上の8.60%を含む家族の約8.20%及び人口の11.60%は貧困線以下の生活を送っている。 自治体及び軍区表示のフランクリン軍地図、オハイオカウンティープロファイルズ、フランクリンカウンティー、オハイオデパートメント・オブ・デベロップメント、2007年4月28日、閲覧。フランクリンカウンティーデータ、オハイオ・ステート・ユニバーシティ・エクステンション・データセンター、2007年12月3日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年4月28日閲覧。 オハイオ・デパートメント・オブ・デ・ベロップメント。二千八年五月十三日閲覧。アメリカン・ファクトファインダー。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ。factfinder。c e n s u s gov。二零零。八年一月三十一日閲覧。ありがとうございます。